ケスラー・ヘスリー・カスバートは、ニカラグアのコーン諸島出身のプロ野球選手。MLB のシンシナティレッツ参加所属。愛称はピリ。2009年7月3日にカンザスシティロイヤルズと契約してプロ入り。2010年6月21日に参加のルーキー級アリゾナーリーグロイヤルズでプロデビュー。7月からパイオニアリーグのルーキー級アイダホフォールズ・チュカーズでプレー。 2011年は A 級ケーンカウンティクーガーズでプレー2012年は A 級ウィルミントンブルーロックスで124試合に出場して打率。247本塁打、59打点、6盗塁を記録した。オフの11月にパナマで開催された第3回ワールドベースボール、クラシック予選のニカラグア代表に選出された。2013年は AAQ ウィルミントンで開幕を迎え、6月に AAQ ノースウエストアーカンソーナチュラルズへ昇格。AAQ ノースウエストアーカンソーでは64試合に出場して打率。215、6本塁打、28打点、5盗塁を記録した。オフの11月20日に40人枠入りを果たした。2014年2月21日にロイヤルズと1年契約に合意した。 3月10日に A 級ノースウエストアーカンソーへ移動した。2015年はトリプル A 級オマハストームチェイサーズで開幕を迎えた。7月6日にメジャー初昇格を果たし、翌7日のタンパベイレイズとのダブルヘッダー第1試合に8番サン・ルイシュで先発出場してメジャーデビューした。最終的には19試合に出場して打率217。 一本塁打、八打点、オプス0.650という打撃成績を残した。ディフェンスでは17試合で三塁の守備につき1試作、一失策、DRS プラス3という成績を記録したほか、一塁手と二塁手の守備にも各一試合ずつついた。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームに選出された。二千十六年は、マイク・ムスタカスが故障離脱した影響もあり、 128試合に出場して規定打席に達し、打率274、12本塁打、46打点に盗塁という成績を残した。三塁の守備は127試合で16失策、守備率948、DRS-12 だった。2017年は58試合に出場して打率231、2本塁打。 18打点を記録した。2018年は30試合に出場して打率。197、3本類が7打点を記録した。2019年1月4日にカイルジマーとのメジャー契約に伴ってリーフとなり、10日にマイナー契約でトリプル A 級オマハへ配属された。5月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2019年12月19日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだと報じられ、2020年1月8日に正式公示された。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。7月27日にリーフとなり、29日にマイナー契約となった。 8月15日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月19日に再びリーフとなり、21日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月15日に FA となった。結局、この年は1試合のみの出場であった。2020年12月8日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、2021年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。